はい、今日ですね、昨日ですね、執行部の一部というか、まあ、刷新という形でやらせていただいたので、それを今日両院議員懇談会を開いてですね、皆様に人事のご報告をさせていただくということを松野代表からさせていただきました。でご報告をした後、議員の皆さんからご意見ご質問等をお伺いするということをさせていただきました。まあ、比較的皆さん冷静な姿勢で、ご質問ご意見を言っていただいたということは、大変、ありがたかったなというふうに思いますけれども、まあ、一部いろいろ意見も出ましたし質問も出ましたけれども、それに代表がしっかりお答えをするという形でやらせていただきまして、大体質問手を挙げられた方の質問には全部答えられたということで、あります。細かい点はご質問で受けさせていただきたいと思います。以上です。ないの？その中で上がった意見、どういった意見があったか、いくつか紹介していただきたいんですけど、まあ、個別の方の変わった理由は何でしょうかということ、あるいは、この時期になぜ、人事の刷新をしなければいけなかったのかとかですね、そういう類の質問が何点か出ました。それから松野代表の今後 その野党再編と言っておられるやり方についても質問がありまして、民主党と丸ごと一緒になっちゃうんじゃないかというような、あるいは民主党とそのくっつくだけじゃないかという、そういう懸念があるという声もありまして、代表の方からは、我々はその野党勢力を、改革勢力の結集と言っていますが、改革勢力である野党を結集して、自民党に対抗する勢力を作っていこうということをずっと言ってきておりますから、大事なことは旗ですね、旗。旗がしっかり立っている中で集まるということが大事であって、まず数を増やそうという、それだけのやっぱり、方向性ではやるつもりはないという、そういうお話がありました。はい、西郡佐藤ですが、安保法案に関しての対応についての意見が質問などあったんですか？ありました。でそれは私の方から答えさせていただきまして、基本的には我々のスタンスはですね、独自案を出して、そして、十分な質疑審議をして、その上で、採決に臨むというのが、我々のスタンスです。質疑を通じてどちらがいいかというのを国民に明らかにして、我々の案のがいいと思っていますから、ぜひその案を受け入れてもらうように努力をしていくということに尽きると思うんですね。でその我々が要求しているその十分な審議等が、満たされないという場合に衆議院、そういう理由で衆議院は採決に応じなかったということがありますので、基本スタンスは変わらないんじゃないかなというふうには思います。いいですか？出席された議員の皆さん、出席された議員の皆さん、今日もこんな感じで納得、皆さん納得されたというふうに、それはですね、それぞれの議員の皆さんの心の中にあると思いますので、納得されたかどうかというのは私は分からないです。ですけど、出た意見、質問にはもう代表の方からはすべてお答えをさせていただいたということです。はい、代表の任命責任と、名前と、代表の責任の投稿です。代表の発言された内容について、これはそのこういう発言をされるのはどうなのかと、こういう発言をされるということは、任命責任はないのかというような発言はありましたけれども、
人事に関しての任命責任については今日はそういうご意見はなかったですね。はい、どうぞ。まあ回答して新党を作るというような発言が、回答するというのはいかがなものか使ってご話するんでしたけれども、まあそれも一つの手段としてね、野党勢力を結集していく中の一つの方法論として代表をおっしゃったということだと思いますので、自分の党を回答してなくしますなんていう、そういう意味で言ってるわけではないということでご説明をさせていただいたということです。はい、はい、どうぞ。今その会長接触をするという発言についてこう説明が積まれたと言われたんですけれども、その、まあ、松野さんの発言に対する質問だと思うんですが、それは松野さんからの説明だったという趣旨ですか？そうですね。はい、いいですかね、大丈夫ですか、こちら。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。